お疲れ様ですそれでは第33週目の見通し、材料の方から、この経済使用カレンダーをなぞっていこうと思います、えー。33週目は8月の12日から16日までの5日間ですね。で、12日は月曜日が祝日になりますので、日本は休場です。まあ、こういう時は基本的に手を出さない方がよろしいかと思いますね。 で、えっ、ー、と、1週間を押し伸べてみますと、水木に強い材料がありますので、えー、前半と後半に2日ずつに分けて、えー、考えていくとよろしいかと思います。で、火曜日は緩やかに始まって、そのまんま、大した材料がないまんま1日を終えます。で、火、水というマーケットができるわけなんですけども、水曜日の深夜、21時3から CPI が出てきますので、ここら辺は大注目なのと、あと、 木曜日の朝もね、日本では GDP が出ますので、えーと、火曜日ですかね、えー、火曜日、水曜日が終わった後、えー、木金という新しいマーケットで、前半、後半を分,分けていくとよろしいかと思います。で、えー、と、木曜日は午後から手を出すことになりますね。はい、そして木曜日の夜も、アメリカの材料が並んで、多いですからね、これは、 また金曜日に新しいマーケットが作られる可能性があります。で、金曜日は逆に材料がありませんので、これは午前中にできたマーケットに乗っかっていけばいいのかなと、金曜日にしたら珍しく難易度の低い、まあそんな一日になるかなというところですね。えっ、ー、と、32週目に比べてはちょっと難易度が上がりますし、それからトレードできる日数が少なくなりますので、 日本ではお盆も重なりますんでね、えー、ちょっと難しめの一週間になるかなと思います、えー。ただ31週目ほどの難しさは当然ですけどもありませんので、えー、32週目で多少利益をね、出された方は多いと思いますので、ちょっと挑戦する意味で挑んでみてもいいのかなと思います。えー、ポイントは13、14と15、16に分けて考えるってことですね。はい、じゃあ以上です。